こんにちは。九王子シニアサポート隊でございます。事業はアドバンスコースを、やらせていただいております。まず、実施内容についてでございますが、シニア相談会、また、シニア相談会につきましては年24回、ストーカーの相談とかが4回ぐらいありましたので年間28回以上、まあ、30回ぐらいさせていただいているという状態でございます。それから、スマホ教室、これに関しましては年8回というような形でさせていただいておりますが、シニアの新しい生活環境として、社会参加、健康、趣味、仲間づくりを定着させる各種の教室というものをさせていただいております。今映っているのは、シニア相談会 でございます。その折に出ました、これは庭をもうボーボーと生えているのを、これを何度か私の手で終えないのでやってもらえませんかというような相談でございました。続きまして別の件ですが、もう庭に大きな大木が処理できないのでやってほしいという相談もありましたので、こういう切ることに関しまして自信のある方が、まあ、頑張って処理させていただきました。スマホ教室の方でございますが、まあ、先ほど申しましたように年8回やりましたが、平均して20年の方、最初のもう3年目になりまして、最初もうこわごわの扱いでしたが、今は、自由に友達のように、また、質問もただ出てきている状態で、3年間の成果が出てきた。それは、まあ、講師陣の、充実ということを図りまして、もう待っていただく時間はもったいないので、どんどん、進めていくということでさせていただきました。実施内容と教室というのは、歴史教室、これは湯気寺の道中のお話、また園芸教室といいまして、種まき、また野菜作りの相談会というのを年3回させていただきました。それから料理教室、これは防災の炊き出しなんかの訓練をいたしました。それから体育左官教室、これはかまどベンチを制作しましたので、左官の基礎学習や道具の使い方なども学んでいただきました。講演会でございますが、これは年4回させていただきまして、いじめ問題など、また、一番たくさん来ていただいたのは、検証でやりました豊臣の、話なんですが、これで来場者が170名から来ていただけたという、まあすごい数のことができたというのはびっくりするようなことでございます。はい。それから、我々やってますのは年に、端午の節句、お雛様なんかもさせていただいております。これは九法寺音頭を復元しようということで、九法寺小学校150年の時にさせていただいた美しい女性たちが並んでいただいた、はい、左官校での、できた状態でございます。はい、料理教室、これも盛んに、かまど現地を使いまして、来客の方も
ていただいて、美味しい、全体を食べていただいております。それから先ほど申しました五月人形堂、皆さんもこのように、これは、折り紙でございます。はい、あと申し上げさせていただきたいのは、はい、予算の方でございますが、いろんな講座をしましたので、借金の方にかなり使わせていただいたということ、まだ、残念ながら保険の方がちょっと手続かずっていうのはちょっと申し訳ないことでありましたけれども、ほぼこれぐらいで使わせていただいて、最後にちょっとお話しさせていただきたいと思いますのは、1、2年前の時には、補助金の後どないするの、なんかやり始めますのっていうようなことを聞かれました。しかし、まあ、3年経ってやっとこれから、まあ、補助金なくなってもこれからこれをやっていこう、これから我々も力がついてきたかなと、馴染みの先生もおられたりして、そういうような力をつけてきたのかなというようなことを、させていただけたということは、この補助金のおかげだなと感謝申し上げております。3年間のご支援ありがとうございましたというような、言葉で締めにくくりたいと思います。ありがとうございました。ただいまのご発表につきまして、委員の皆様の方からご質問、アドバイスがありましたら、よろしくお願いいたします。発表お疲れ様でした。すごいスマホ教室とか、シニア相談とか、さまざまな取り組みをされてまして、まあ、この場所に来ると、まあ、誰かにつながるとか、そんな素敵な居場所になったのかなというふうに、改めてちょっと感謝申し上げたいです。で、またこの後、まあ、実装していくという形のところで、まあ、いうところはすごい、いい事例なのかなと、改めてその感謝申し上げます。ちょっと感想になりましたけど、すみません。ありがとうございました。振り返りましたら、かなりやったんやな、かなり頑張ったんやなというような感じで、まあ、発表させていただきます。ありがとうございます。いかがでしょうか。ご苦労さんです。ありがとうございます。お世話になってます。すみません。ちなみにこの後の、予算的な部分のやりくりというのはどのようにされていくというなんでしょう。それともこれでも割といいわけではないとは思うんですけれども、例えば地区福祉委員会とかまちづくり協議会とかいろんな団体もありますでしょうし、他の助成金ちょっと使ってみようかなとか、なんかもし目処があるんであれば教えてください。あの時できませんねけれども、このメンバーっていうのはね、ほとんど役員さん入ってもらったんですよ。で、まあ、僕らも福祉委員会、福祉委員会で自身の長であったりとかで、福祉委員会の長であったりの方をメンバーに入れてます。そういう関係では非常に今情報も早く入るし、どうすべきか、ほんでここで3年間いただいたが、もう、まあ、他の方からもより他の団体投資も呼びかけられております。で、まあ、やっていきたいと思っております。んで、まあ、それがまあここで3年やって次につながったと思っております。はい、ちょっともう一度言うと、一応ね、やる気は十分ありますので、それで、まあ、相談して、ない中でもできることは多々あると思うので、まあ、どなたかが手を差し伸べていただくチャンスもあるかなと思ったりしておりますし、市の担当者の方が言われたことが1年目、2年目には伝えられなかったけど、3年目にしてこれらしか続けていくという決意でおりますので、まあ、またいい話がありました。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。